島大橋有料道路料金所島大橋は、岐阜県岐阜市にある、長良川支流の伊地ら川と根尾川をまたぐ橋である。主要地方道岐阜関ヶ原線の一部を構成する。かつては、島大橋を含む岐阜市一日市場から同市蘇我山での区間は、島大橋有料道路という有料道路であり、岐阜県道路公社が管理していた。島大橋有料道路は、 岐阜市と岐阜県西北部地域を結ぶ国道157号及び岐阜県道92号岐阜津波大野線の混雑解消を図る目的で建設され、1990年12月3日に暫定に車線で供用が開始された。その後、沿道の開発及び岐阜市中心部へ直結する大縄場大橋の完成など、道路網の整備による交通量の増加に伴い、 1995年4月1日に4車線化された。2008年4月1日には道路の高架下に有料の駐車場が設置された。2010年3月に策定された岐阜県の行財政改革アクションプランで岐阜県道路公社が管理する有料道路を無料開放し、同公社を解散する方針が示され、 島大橋有料道路も2012年4月1日午前0時に無料開放された。無料化前の2012年3月28日と無料化後の2012年4月6日の交通量調査結果によると1日あたりの交通量は無料化前の約5100台から無料化後の約15400台へと約3倍に増加した。ありがとうございます。